どうも、下駄花尾です。本日のテーマは、火葬場に来るときに気をつけてほしいこと、はい、というテーマでお話をさせていただきます。毎日いろんな質問がね、来ておりますけれども、まあその中でね、まあちょっとまとめてね、まあ気をつけといてほしいこと、まあ要は遺族さん、たちがですね、なんかこういい感じにね、はい、なるような、そういった意味でね、気をつけてほしいことっていうのをちょっとね、まあ羅列しておこうかなというふうに思っております。はい、ではまず一つ目、骨壺、はい。これはね、まあ葬儀屋さんがね、言葉足らずだったりとか、ちょっと説明不足だったりとか、遺族さん全体にこう伝わってなかったっていうので、よくあることなんですけれども、火葬場に行くとき、まあ葬儀屋さんもね、一緒に来てて、葬儀屋さん骨壺をね、持ってきてみたいな、でこちらでお願いしますポンって置かれた時にですね、遺族さんがえみたいな、はい、骨壺これ1個だけとか、もしくはこう地域によってね、これぐらいの骨壺もあるんですよ。これぐらいの、はい、時にこんなちっちゃい、うちのおじいちゃんの時もうちょっと大きかったよとか、はい、っていうのを、火葬場に行って骨壺ポンって見た瞬間に初めて知っちゃうパターンね、はい、これね、意外とあるんですよ。意外とあります。でそこでちょっと葬儀屋さんと遺族さん、すみません、これみたいな感じでちょっとこうなるみたいな、はい、このパターンね結構あります、はい、なのでもしその火葬場に行かなければならないようなことがあった時はその骨壺をねどうするかと、で、その骨壺をどうするかっていうのは最終的に例えばそのお墓とかね、はい、そのあたりどうするかっていうのを考えた上で、骨壺をどうするかを考えていただいて、その状態で火葬場に来ていただいた方がまあスムーズですよと、はい、いうのをこれ一応言っておきます。お骨上げ始めさせていただきますの時にですね、遺族さんが骨壺すみませんもう一つないですかみたいな、その分骨したいみたいなね、のがあるのに、なんか伝わってなくて、なんか一個しかないですみたいな、でね、火葬場でね、あでしたらこちら骨壺ありますんでって言ってね、またそれをまあ出してとか、まあそれはお金のやり取りがあってとかもあるし、ないっていう火葬場ありますからね。でそれで、火葬場ね、じゃあ結構遠いところで葬儀屋さんももう持ってきてないってなったらもうお手上げなんですよ。なので、そのあたり、結構考えておいていただいた方がいいかなっていうふうに思っておりますね。であとね、次ね、これお骨上げ中なんですけども、お骨上げ中にですね、まあよく遺族さんに、言っていた、あこちら気をつけてくださいねっていうやつね、袖、はい、これはね、気をつけていただいた方が本当にいいですね。まあ火葬場のそのなんか炉の設計、台の設計とかにもよるんですけれども、結構その、まあ、お骨上げでお箸使ってこうするときにですよ、袖とかね、はい、あとはこうジャケットとか、まあね、女性の方でも男性の方でもそうなんですけれども、服がですね、こう台に、ね、ついちゃうみたいな、はい、このパターンね結構あります、はい、これはすごく非常に多いです。単純にね、そのちゃんと台がこう冷えてて冷めててね、でこう灰がついちゃったなぐらいだったらまだまだ全然いいんですけど、すごい暑い時あるんですよ。っていう風になると、単純に衣服がですね、そのちょっと焼けちゃうとか、はい、いうことがあります。喪服そんな安くないですよね。はい、まあそんなに頻繁に使うもんじゃないからあれですけれども、でも、やっぱりずっと置いとくもんじゃないですか。で、別にこう、まあ数千円、最近どうなんですか、数千円とかで売ってるかわかんないですけど、まあでもね、大体やっぱ数万円とかするわけですよ。で、それを台にこうついちゃって、うわ、焼けちゃったみたいな、これ結構皆さんね、やっぱあるんで、これは気をつけておいていただきたいなというふうに思っております。だ例えば、男性だったらそのジャケットね、前、まあ、夏とかね、暑かったら開けちゃったりするじゃないですか。で、開けて、別にね、そのもう、家族葬で家族だけだし、みたいな、開けてね、でやろうか、で、ネクタイとかもそうですよ。はい、ネクタイとかこうやって、ブラーンってなってね、ついちゃって、なんか溶けちゃったみたいな。やっぱそういうことありますんで、それは結構注意していただきたい、気をつけていただいた方がいいかなというふうに思います。であとはこれもね、火葬場によるんですけど、まあ葬儀屋さんの方でね言ってくれることが多いとは思いますが、ただ意思の疎通がなんかうまくいってなくてっていうので、僕が働いてる火葬場の中ですね、その火葬場の中で特にご飯をまあ食べるような、何も売っていないところね、はい、まあ、一応その休憩室みたいなのあるけど別にご飯とか売ってませんよ、何もないですよって火葬場で働いていた時で、そこの火葬場って周りにあんま何もないんですよっていう状態
でその状態で、葬儀屋さんと遺族さん来られて、で、棺ね、炉に収まって、でこれで、まあ、火葬を開始しますというふうになりました。じゃあお骨上げ、何時何分でございますので、その10分前にあちらの、休憩室に、お戻りください、では、一旦解散でみたいな感じになるじゃないですか。その間の時間ね、遺族さんからですね、あ、すいませんと、火葬場の方って、はいはいって言って、あのこの辺りちょっとどっか食べるとこありますみたいな、はい、で車で来てたらまあ行けるんだけど、でも歩きで行ったらなんかそこそこ歩いたらまあ一応回転寿司みたいなのはあるみたいな、はい、そんな場所のとこでした。なので結構大変なんですよね。でそうなると遺族さんたちね、な例えばそれがお昼時とかだったら、まあ皆さんね一旦座ってご飯食べてとかした方がいいんですけど、あのできないっていうね、はい、そのパターンのやつ、それもね、ありました。これもね、あの葬儀屋さんが先に言っといた方がいいんですけれども、まあ、ただ葬儀屋さんによってもね、そこの火葬場来るの初めてっていう葬儀屋さんも、いたりします。からでその時にですね、葬儀屋さんがちゃんと気づいててね、じゃあここの火葬場所なんかあるかなとか、いうふうな、こうなんかこうイメージできてたらあれなんですけど、そこまで頭が回らない人だったら、逆にもう遺族さんの方からですね、じゃあ例えばその火葬場行って、でお骨上げまでまあ2時間とか3時間とかもあるけれども、まあ1時間半ぐらいとかもあるけれども、待ってお骨上げしますって説明を受けた時に、じゃあその間なんかご飯食べるとことありますみたいな、聞いといてもいいですよ。まあ、もちろん葬儀屋さんがそこも用意してね、はい、結構火葬場の近くにいわゆるそういった時に利用するような料理屋さんとかはあったりするんですよ、結構。で、葬儀屋さんがですね、それも手配して、ではあの個人さん一旦中に入ったんで、じゃあ皆さんで行きましょうって言ってこう連れていくっていうところの、そのパターンもあるんですけども、それがない状態の場合ね、あの葬儀の費用をじゃあなるべくね、あの抑えようとか言った時に、じゃあその間のご飯、じゃああのもう皆さんでするようにしましょうかみたいな感じしたら、まあその分値段下がね、いわゆる葬儀費用というか値段下がるじゃないですか。でその代わり自分たちで行くことになるんだけども、その時にその火葬場の周りに食べるとこちゃんとあるとか、はい、そのあたり、そこね、結構これもね、僕は働いてる時にね、ちょこちょこ聞かれました、はい、で ある時は あのすぐそこにこういったら、ね、あの一応ファミレスがありますよとか、いうのもあるし、でない時はいやちょっとこのあたりないんですよねってもう言うしか、ね、ないからね、はい、あそうすかみたいな、コンビニとかも、いやコンビニもねみたいな、あのちょっとね、だから大変じゃないですか、だからもう疲れてるし、なんかしかもお腹空いてるしみたいな、で真夏だったら暑いし、もう最悪ね、もうあの体調めちゃくちゃ悪いみたいなね、はい、そんな感じになっちゃうんでね、そうするともう体の免疫もねやっぱり弱くなっちゃうし、なのでそのあたりね、まあ必要があれば、聞いておくっていうのはこれ、ぜひやっといた方がいいんじゃないかなと、はい、いうふうに思います。であとはあの火葬場に、来る前段階の、まあ、これもねその葬儀とかによるんですが、あの皆さんでね、例えばその霊柩車なり寝台車なりがいてですね、で後ろバスで行くとかだったらまだいいんですけど、あの自家用車何台かでこう連なっていくみたいな、そのパターンあるでしょ。おそらくこの動画を見てる、ね、方の中でも、あ、なんかあの自分の時はそのパターンでやったなとか、いう方おられると思います。その時にあのもう絶対にショートカットしないでくださいと、はい、あのね、これ本当にねやっぱりいるんですよあのこっちの道の方が近いぞとか言ってね、これシュッてこう避けちゃうね、人いるんですけど、まあそれでね8割ぐらいは先に火葬場にいるんですよ、先にね、いるんですけど、でも残り2割とかはあの逆になんか迷って遅れてくるみたいな、はい、そのパターン、すごくあります、そのパターン一番気まずいです、はい、あの気まずいのはこれだから遺族さんたちが気まずいので、もうあのなんかこっちの道の方がいいけどなとか思ったとしても、もうそのまま行ってください、はい、それは霊柩車もですね、あのこの道通れないとか、はい、あのあとはその礼儀作法としてね、なんかこういうふうには曲がらないとか、あのいろいろあるんですよ。なので、そのまんま後ろもしっかりついていっていただいた方がいいですし、火葬場によってはね、逆に、なんか何でもない自家用車がプーって入ってきてね、1台が入ってきたら、んなんだあれみたいな感じになって、なんなのかなみたいな、あれみたいな感じでちょっと混乱しちゃったりする火葬場もあります。はい、なのであのどちらにしてもね、なんかあんまりこう良くないというか、火葬場もね、その別に
何回も行くとこじゃないから、例えば駐車場がね、例えばすごい広いとこだったら、駐車場どこなのかな、遺族用の駐車場どれかなとか、やっぱりちょっと混乱しますよ、運転してる人もね、それで迷っちゃうとかいう人もいるんで、同じその火葬場の中にいるんだけど、なんかすごい遠いところになんか車止めちゃってたとか、そういうこともありましたんでね、なので、基本的には後ろをそのまんまついていってくださいねと、その方が確実ですから、はい。あとはこれもね、これ小ネタですけど、小ネタ、僕がね働いていて、今すごい恥ずかしいだろうなって思う時の瞬間がありまして、それはね遺族さんたちがですね、お骨上げ、じゃあ始めさせていただきますと、で、こうねご遺体、小骨がバーって出てきたりするときに、例えばそのおじさんとかが、お骨上げはねこうやってねこうやるんだよみたいなとか、やっぱ自分の経験上ね、いろいろ言ったりするんですけども、これ火葬場祈願ね見てる方だったら分かると思うんですが、もうそもそも火葬場、地域とかによっても全然やり方違いますよと、はい、全然違いますよっていう風になっちゃうので、ご自身の過去のね経験ってあんまり当てにしない方がいい。で、それでね全然違うことを言ってたりすると、後で言っちゃった人がですね、赤っ端青っ端になるみたいなこれね、これすごい多いです、これ多い。なのでもうスンってしといてください、はい、の方が確実です、はい。僕もですね、例えば自分の親族のねあれで、火葬場とかも、この火葬場祈願始めてからのね、今2年、3年も行ってないか分かんないけど、ぐらいの期間もやっぱ何回かありました僕、はい。で、なんかいろんな火葬場行ってます。その時にですね、僕こういう動画やってますけれども、例えばその自分の家族とかね、親族にですね、あ、お骨上げね、こうでこうするんだよ、一切言ったことないです、はい。なぜか、違うからやり方が、はい、その可能性が非常に大きいから、はい、っていうような感じなので、なんかあんまりね言ってると、もうあんたもう何もう黙っといてみたいな、もうなんかもういらないことばっかり言ってみたいな感じになっちゃうんでね、あれこれ結構赤っ端青っ端みたいなことになるんでね、そのあたりは、注意しておいてください。これ結構散見されます、はい、っていうぐらいかな、はい。これぐらいにしておきましょうか、じゃあとりあえずね、本日は火葬場で気をつけておいてねということでお話をさせていただきました。ではまた。